どうも、なっちょです。エビノはめちゃめちゃ天気が良くてすごい気持ちのいい朝です。早速ですけども、制作途中の、薪ストーブの前につける柵、あれを、続き作っていこうかなと思ってます。昨日ですね、もう夕方でしたけども、最後、炭を追加でちょっと塗って、乾かした状態になってます。もうすっかり乾いてると思うので、今から、この先にできた3つの柵を、部屋の中、ストーブの前に取り付けていこうかなと思います。ではやっていきましょう。はい、これをここにつけていきます。だいたいこの一番最初にマスキングで印をつけたこの位置に沿って置いて、あらかじめここに穴を開けてるんで、この位置に、まあ、柱のところにこう印をつけて、でこの柱に埋め込みのネジを、作っていこうかなと思います。ちょっと六角突っ込んで、柱に印つけます。よいしょ。柱には3箇所ネジを入れたいんで、3箇所印をつけていきます。ドリルの先っぽ、だいたい3センチぐらいのところに印をつけて、ここに3センチぐらいの穴を開けていきます。穴を開けました。はい、この鬼目ナットっていう、まあ、こういう柱の中にネジを作るパーツですけど、これをちょっとこの中に埋め込みます。六角レンチで埋め込めるんで、こんな感じで柱にネジをこうやってね作る、ここですね、3箇所作りました。これね、ウーゴはかかじった後よいしょ、ここにこれを入れるんだけど、うわ、これ入るかな。うわ、はい、このねネジを買ってきました。こいつをここに取り付けます。うわ、結構ギリ、ちょっと穴が小さすぎましたね。参ったな。よし、よっしゃ、いった。めちゃめちゃやりにくい。棚があるからやりにくいんですよね。ちょっとしかもあら。固定できれば、お、もう固定できたな。よしよしよし。こいつも。今このネジずっと取り付けてたんですけど、めちゃめちゃ時間かかるんですね。ここの幅がないから。これをしっかりこの柱にピタッとつけて固定した状態で床に穴を作っていきたいんで、これを締めたいんですよね。まず。ただそれにめちゃめちゃ時間がかかると。ということは。これ穴開けるために取らなきゃいけないんで、それにもまた時間がかかりそうなんで、これを切ります。これも別にここに棚があって、もう
入れないんで、もうここは取り付けのために、1本開けると。そうするとこうネジ回しやすくなるんで、こいつをちょっとこの辺から切って、でビスが入ってるんで、後でビス抜いて、こっちはこっち蓋がしてあるんで、ここら辺から出てくるビスを、グラインダーでちょっと切ろうかなと思います。ちょっとこれ切りますわ、邪魔なんで。これでかなりやりやすくなりました。相変わらずこの柱邪魔ですけどねこれね、ちょっと上の方でも固定しちゃってるんで、取るのめんどくさい。よしやっとできた柱にやっぱ角材をしっかり密着できると、もうそれだけで強いんで、この状態で、下に穴を開けていくということですね。印がついたと思うので、せっかくつけたこれをもう一回取ります大変。よし、じゃあここにまた穴を開けていきましょう。まっすぐ開けないといけないからね。こうしておこう。おお、かなり頑丈、かなり頑丈だこれ。これは強い。よっしゃ。はい、次にじゃあここのコーナーのところつけていきます。若干こうズレはあるな。もうしょうがないよねこんなの。ここにちょっとね段ができたりとか、こっち合わせるとこっちが浮くとか、なんか微妙にそういうのはあります。こんなのはもうど素人がやってることなんで、もうしょうがないということで、目をつぶってこの位置で印をつける。まず下を固定して、であとここを固定するかどうかちょっと考えます。ちょっと暗いかもしれないけど、こんな感じでとりあえず2つつけました。あともう一つ一番奥のやつを作ってるんで、それもつけていきたいと思います。
コーナーのとこと、こちらは、はい、3箇所つきました。で、最後ここのスペースに、まあこう開閉が可能な扉をつけようと思ってるんですが、ここにね、金具をつけようと思ってるんですが、ちょっとね、その注文してる金具が届かないんで、それが届くまでに、ここの最後の、空いてる、まあ、扉の部分ですね、をちょっと作っていこうかなと思います。はい、ではまた材料から切っていきたいと思います。しんどいですね。よし、じゃあこれ、例によって墨汁を塗っていきたいと思います。塗り終えました。このまま、一晩乾かしたいと思います。はい、では続きやっていきます。最後ですね、こう開閉式の扉の部分を作っていきます。今ここダボ入れて、でちょっとヤスリをかけたんで色が落ちましたので、最後に、墨汁をもう一回ちょっと塗って、で乾かしていよいよ取り付けということになります。今ちょっと墨汁塗って乾かしてる途中なんですけど、その間にこの L 字金具を加工しようかなと思います。コーナー部分のところを動かないように固定したいんで、でもこれ90度なんで、こいつをちょっと曲げて135度かなに、こいつをこう曲げると、ちょっとやっていこうかな。一応ね、型はこんな感じだよっていうことで今簡単に作ったんですけど、これに合わせてまあ大体曲げればあそこに使えるという感じです。
はい、じゃあここのコーナーのとこ今まだ固定されてないんで、こいつを今こう曲げてきたこの金具で止めていきたいと思います。こんな感じで固定しました。もともとね、角度がついてるんでちょっと強かったんですけど、さらにここが連結されて強くなりました。内側にもですね、こことあとここと止めたんで、こんだけ止めてれば残りが押したぐらいじゃ絶対通りなんですね。はい、ここに扉がこう来るんですけど、何もないと不通りしてしまうんで、ここでちょっとこう止めるやつをして、ここに最後なんかラッチ的なものを、よし、いいかな、多分止まると思う。これいよいよガッチャンコします。ここですね、こっち側揃えてもだいたいちょっと予想はしてたんですけども、床の高さが違ったりとか、ちゃんと綺麗に垂直になってないとか、いろんな条件が重なって結局こっちにベタ付けするとこんだけ誤差が出ちゃうんですよね。でだいぶ斜めになってるし、まあこのまま僕つけようかなと思ってます。っていうのは多分こっちがこの扉の重みで開け閉めしてるうちに緩んでくるんで、ってなってくると多分そこでちょっとずつだけどこう下がってくんじゃないかなと思うんですよね。だからね、ここがまっすぐいかない、まあこれしょうがないっちゃしょうがないんだけどな。しかも、この扉の部分だけ、下にベタ付きしないようにちょっと下に隙間を開けようと思ってちっちゃく作ってるんですよね。なので自由にこう下に落ちるようになってるんで、もうとりあえず、ここの誤差はもう目をつぶって、このまま取り付けると。で時間が経てばだん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 押されて重みで沈んできて、もうちょっとマシになるんじゃないかなと。そんな感じで、まあ、とりあえず一番の目的は、ナホリちゃんがここから先に入れないようにするっていうのが目的なんで、それでやっちまおうかなと思います。で、今回ここにつける長板なんですけども、こういうものをちょっと買ってみました。抜き差し長板って言って、まあ普通に長板として動くし、必要な時はこの扉をふって上げれば、すって抜けるみたいな、そういう風な長板を買ってみました。多分ここで作業するときにこれがあると邪魔になるときがあるんで、取り外しが簡単にできるようにっていうことでこういうのをちょっと、チョイスしてみました。これでやっていきたいと思います。これちょっと気をつけないと、斜めカットしてるんでこれまっすぐ入れるとこっちからビスがビュッて飛び出ちゃうんで、かなり短い20ミリのビスを若干斜め気味に打ち込むようにしてます。よっしゃ、今取り付けました。でこう来て閉まるんですけどこれをね計算してだいぶ短めに作ったはずなんですけど、やっぱり長板の厚みとかあるのと、あとやっぱり多分そのうち重みでこういう風にたるんでくるんで、たるんできたらもうこんだけもう1センチぐらい引っかかってしまうんで、ちょっとここね切らなきゃダメですね。ちょっと今からそれだけやってしまおうかなと思います。
多少の隙間は別に全然いいかなと思ってたんで、最終的に調整はしようと思ってたんですが、だいぶ随分誤差が出てしまったなっていう感覚ですね。よし、まあ、ちょっとそれ最後やろう。はい、今切ってきました。入るかどうかわかんないので、とりあえずまだ塗ってはないですけど、一応ヤスリがけだけはしてきたんですけど、はめていきます。難しいなこれ入れるの。こんな感じか。うん、ちょっと揺れるけどまあここを最終的になんかラッチつけて開け閉めできないようにはしようかなと思ってるんで、はい、でいっかな。やっぱ難しいですね最後。合わんね。そんな簡単じゃなかったですね。途中まではめちゃめちゃ良かったんだけど、やっぱ最後焦げになりましたね。はい、まあとりあえず完成ということで全体見ていきます。こんな感じです。はい、こう来て、まあ、ここで扉を開けて、まあ、入れると。なんでここに、抜き差し長板っていうのを今回はつけました。あんま抜き差しをすることはないような気がしますけど、まあでも何かの時にふって取れるようにですね。でこっちはこんな感じ。まあ頑張ってここ上に登ったらシュッていけるんですけど、まあ、そんなこと多分できないんではい、こんな感じですね。まあ色もだいたい黒く統一できたんで、まあ上出来かなって感じがしてます。うん、はい、ということで、なんとか、寒くなる前に、あと名残がハイハイできる前に、このストーブの前に柵をつけることができました。まあこれでちゃんとあの柵をしていればですね、ストーブに触ることはないし、ウーゴも近寄ることもできないんで、安全なのかなと思います。もう最近夜は結構エビノも寒くなってきていて、そろそろあのストーブの、鳴らし運転をですねちょっとしようかなと思ってまして、今ちょっと考えてるんですけども、4日の金曜日に、今年のナチョケの、火入れの儀をやっちまおうかなと思っていまして、本炊きというよりもストーブを熱に慣らす、まあ、鳴らし運転的な感じです。でもあのせっかく火入れるんで、ついでになんかピザでも焼いて、ナミちゃんとナホリと一緒に食べようかなと思ってます。でそれをライブ配信しようかなとちょっと考えてますので、まあもし、お時間のある方は一緒になんかその時間を共有できたらなと思いますので、ぜひ、見に来てください。はい、ということで、今回ちょっと時間がかかってしまったんですけども、まあ、ストーブの前に、この柵をつけるという、作業をしてみました。これで、まあ、今年の冬も快適に過ごせるなと思ってます。では今日はこの辺で、動画終わりたいと思います。お疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価コメントいただけると、励みになります。私が運営しているオンラインショップパチャママですが、もうだいぶ涼しくなってきて、これからどんどん寒くなっていくと思います。パチャママの商品はアルパカのマフラーとかショールとか、そういうあったかアイテムが、たくさんありますので、もし興味のある方は、概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらの方も覗いていってもらいたいなと思います。では次の動画でお会いしましょう。チャオ。